明けましておめでとうございます。2020年、昨年は大変お世話になりました。2021年、今年もどうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで、こんばんは、スーパーハイレグ女子のあまちいちゃです。こんにちは、こんにちは、スーパーハイレグ女子のあまちいちゃです。はい、ということで2021年1月1日ということで、明けましておめでとうございます。ね、いつから私のことを知ってくださってるかわからないんですけど、去年から知ってくださってる方も、今年数分前とかに知ってくださったあなたも本当にありがとうございます。ということで、今年ね、1年また今年ね、いつ知ってくださったかわからないんですけど、もう去年以降から知ってくださったらもちろん嬉しいですし、もうさっき知ったよとかでも、もうめちゃくちゃ嬉しいので、今年もよろしくお願いいたします。ね、新年、元旦ということで、せっかくなんで、なんか今年の抱負とかを言いたいなって思ったんですけど、今年の抱負はやっぱり、去年もちょっと言ったかもしれないんですけど、去年ね、ようやく去年の12月ギリギリにようやくチャンネル登録者数、 YouTube チャンネル登録者数を10万人突破しました。いや、めちゃくちゃ嬉しいですね。銀の盾とかはまだもらってないんですけど、もらえるのかな、なんかね、わかんないですけど、もらえたらいいなって思ってますし、もらいたいなって思ってるんですけど、ね、こんな10万人もチャンネル登録者さんがいてくれて、本当に本当に嬉しいなと思っております。本当にありがとうございます。コスプレイヤーを始めてもう5年立つんですけど、コスプレイヤーを最初に、コスプレを最初に、なんか自分で発信するものとして一番最初にやり始めたのがコスプレで、で、なんだろうな、アニメとか漫画とかはもともと結構好きで、それでコスプレを始めて、もう発信を5年以上していまして、やっぱり応援してくださる方がいるからこそ、この活動を続けてこられております。本当に本当にありがとうございます。大好きですで、 YouTube は、もう YouTube 歴もでも2年目になりまして、まだまだ至らないことも多いし、喋るのも下手くそなんですけれどもね、皆さんにとって有意義な発信が、ね、少しでもできたらなと思っております。やっぱり今年の目標は、目指せチャンネル登録者20万人。いや、もう大きく言うと30万人とかね、やっぱりなったらいいなって思うんですけども、まず皆さんに私のことを知ってもらったり、楽しんでもらえたら一番嬉しいのかなと思っております。今年もどうぞよろしくお願いいたします。あとですね、なんか今年もいろいろ、やっぱりコスプレ始めて、次にグラビア始めて、で、今 YouTube もやっているんですけども、コスプレはね、やっぱりやりたいって思った瞬間にできるんですけど、グラビアとかねはやっぱり、ね、雑誌とかに載せてもらえたら、すごいなんかやったぜみたいな、やったぜみたいな、なんかやった、なんかちょっとやっぱり前進っていうかがあると思うので、今年もなんかね、自分の中で頑張って番組さんに呼んでいただいたり、雑誌さんに呼んでいただけたら、やっぱり一番嬉しいなって思っておりますので、どうだろう、なんかね、皆さんもよかったら YouTube を見てほしいし、ですけど、なんか他の写真集とか雑誌に載れたら、そういうのを見ていただけるとすごく嬉しいのかなと思っております。そして私にとっても少しでも飛躍の年になれたらいいなと思っております。今年も応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。終わってしまったね。皆さん、お正月はいかがお過ごしですか？私はよくやっているのは、好きなアニメを見る、好きなゲームをする、そして
あ、駅伝も見ることありますね。この駅伝全然ファンとかじゃないんですけど、よくあの親戚巡りとかすると駅伝やっててなんとなく見ちゃったりが多いです。うん、あとはやっぱりお餅を食べるかなと思うんで、お餅焼いてきます。あとやっぱ年明けなんで、年明けうどんですね。年明けうどんってやっぱりいいですよね。これ開けよう。どん兵衛年明けうどん、美味しそうです。開かないんですけど、あ、いこれ、油揚げ麺、植物油脂、食塩、植物性タンパク、昆布エキス、大豆、食物繊維、糖類、昆布調味料、火薬、調味、梅干し、味付け油揚げ、味付け卵、かまぼこ、ネギ、加工でんぷん、調味料、アミノ酸と多糖、多糖類、炭酸、カリウム、リン酸、塩、ナトリウム、酒精って何？あ、酒精だ、アルコールらしい、これ。すいません。ちょっとあまり知らなくて、酒精、香料、酸味料、カラメル、色素、グリセリン、なんかいっぱい入ってます。すごいどん兵衛おいしいので、ちょっと開けてみます。あ、梅干しが入ってます。すごい。麺。火薬も、寿って書いてあります。で、スープですね。どん兵衛にお湯を入れてきました。どん兵衛は5分待ちます。ということで、もっちゃ、お湯沸かしてきたら、じゃあお餅食べたくなっちゃって、お餅を焼いてきました。私の中のおすすめは、醤油をかけて海苔を巻くことだったんですけど、ちょっと海苔ないので、最近ちょっと おすすめが、馬刺し用の醤油があるんですけど、これ甘くてめっちゃ美味しいです。です。いただきます。私、箸の持ち方が、ね、あんまり良くないんですよ。これ。でも餅なんで手でいけそう。うん。うん、美味しいね。
暑い暑い暑い。美味しいです。ごちそうさまでした。あ、じゃない、うん、ちょっとなんか机汚いっすね。そろそろ、というか5分以上経ってるかも。そろそろどん兵衛ができたと思いますので、ちょっと箸開けちゃったんですけど、あ、いい匂いです。あ、めっちゃいい匂い、美味しそう。こぼれそうだよね。どん兵衛です。これに梅干しを最後仕上げにのせます。あ、すごいね、おめでたい気持ちになりますね。じゃん、完成です。あれ、完成です。じゃ写真撮っとこうか。あ、なんか自分で言うのもなんですけど、漏れてる気がします。ちょっとなんかライトアップされたところで撮ったどん兵衛漏れてる。はい、では、いただきます。おいしそう。あ、いい匂い。あ、うん、おいしい。寒いんで、汁お正月寒いんで、だし美味しいですよね。暑いです。
梅干し、あ、梅干し割ればいいのかな。カツオ梅っぽい梅干しで美味しいです。え、すごい美味しい。うんうんうん。熱い。じゃん、完食です。あ、お腹いっぱいになりましたね。スープまで飲んで、スープ美味しいなって私は個人的に思ってて美味しかったです。あと梅干しはの合うのかなと思ったんですけど、すごい合いました。美味しかったです。鍋ついてるかなと思った。良かったです。わけぎ、わけぎ、ネギ、ごちそうさまでした。いや、お腹いっぱいになりましたね。あの、お正月っぽいものを食べるだけの配信になってしまったんですけど、はい、この動画最後まで見てくださってありがとうございました。新年一食、新年一食目を皆さんと一緒に食べれて嬉しかったです。はい、ありがとうございます。皆さんもあの、やっぱりお正月なんでね、自分の好きな美味しいものをぜひ食べてください。それではこの動画最後まで見てくださってありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。だらく、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 だら